ゼノアのくるくるカッター BK2750 というカリバラ行きの修理なんですけども、友人が勤めてる会社で混合油を入れるはずのものがですね、混合比を間違えて使ってエンジンがかからなくなったそうなんです。自分指がでかいんでこういう細かい作業はですね苦手なので、くるくるカッターといえばあの人、QA の木ののぼうさんに持ってって診断してもらいたいと思います。すぐにエンジンかかるかもしれませんし、皆さん楽しみにしていてください。え、ペロペロで来るわ。圧縮なし、圧縮なし。何や、あとこれ今後薄口使ってや、うん、あとは間の焼ける寸前になるんだ。焼ける寸前、うん、で、あと圧縮なくなった。圧縮なくなったな、うん、するとエンジンかからねえ。かからねえ、さやかだねっていうか、こうやって見て応援を沸かしたきゃ。ツルツルくるくるカッター俺、触らねえ作業わかんねえのよ。これで圧縮ねえな。あ、ねえの、戻さえねえの、手がのこれダメダメ。再起不能、再起不能だそうだ。一瞬で解決したの、うん、2750、うん、もし間これ新車、うん、あれ、のぼうさんだわ、これ新車、あのそれかけじゃ弾まんなもしじゃこれ、うん、これで同じだな、うん、これはやめな、うん、これ捨てる時でねえんな、リコイル使ったようなもん、うん、新車可愛いとこ教えてくれってわけ、新品の方がいいが。これは圧縮ねえ、だからいや、トラム取り取るのめえ、取りで寝ろ、取れてねえ、取りで寝ろ、いや、あっ、全然ねえもん。これマフラー外してみたら分かるや、うん、粉外しておいて、うん、それを粉見てや、うん、そうすると粉外してバラせば分かるんですよ。なしダメだな。ああ、バラせばなしダメだなが分かんなか、うん、実際これ部品とか用意して長バラせば直すとも言わ、直さえる、圧縮戻さえる、そんなことはいかねえか。いや問題はクラクシャフトを言っていいか言ってねえ。ああ、ロットが大丈夫だ、うん、でそれ全部やらねばねえから、うん、交換せないことは買うのかでいいんじゃん。ああ、買うほどかかるてか、うん、はははは、は交通だ、交通かかるんだ、うん、それじゃ部品代だろ、うん、で部品代ほら大体税になるんだね、うん、で本体絡み買った方が安い、ね、ああ、そうするとのぼうさん、これ押すだけっていうのはバッテリーネグで押すだけではなんねえけども、うん、これと同じタイプ、うん、ドダードダメだから、うん、注文した方がいいぜって俺言っとくから、うん、本決まりだと思う、うん、それはダメダメダメここまでボッコシに持ってきたって言うのは直すぐにいいじゃん。え、何がこれは何、圧縮なくなったのは混合油の亀裂がまだ出てるの。このスカスポンプ回らなかったかな、回ったのかな、歯は几帳面に外し効くんだけど、テスト回ったんだから、この中のこの粉だけゲート回ったんだから、テスト回ったんだから、もちろんこの後裏にもね、ああ、だじゃんの、それ取ってみか、うん、これ小声使ってるからやるつがねえんだよ。ああ、なるほどの、うん、あとピストンレンガ引いて、ピストン引いてや、うん、スレンダー引いてや、あと足がねえな、すると何や、混合比率が薄かったのか、それともガソリンだけで使ったのか。ガソリンだけでもね。ああ。うっさんだろ。これ？ピストン動いてね。動いてね。ピストン動いてねってことはどういうことや。もっと無理だね。これ。この上がってこねえけど、ピストン動いてねえから。ピストン動いてねえってことは、そこのリコイルうまくなんかバラして噛んでねえあんね。なんか空回りしてる感じしてね。うん。空回ってる。それここ取って手動で回せばぐるぐると回っかもや。うん、下ろしてみっか。
いきなりのリコイル引っ張って足ぐね、はい終わり終わりってインド和田さんになるのたまたまだね。わじ、テスト多いでねえな。うん、なんでこんなこんなことあるの。ロッド、あのアーム折れたんね、あのピストンのこう持ち上げするやつ。ああ矢口で矢口君が回転上がってる時矢口だからストンともげちゃったな。もげ出れば空回りしちゃうの。空回りしちゃう。何これくるくるカッターって今夜角度あんべ悪いな。いや、でもノボさん売るタイプみんなこれだろ。くるくるカッター売れ。くるくるカッター売らねえ。え、くるくるカッター売らねえ。くるくるカッター売らねえ、うん、ジャンバーでくるくるカッター食ったけちゃう。うん、食ったけも売らねえって。これセールズグリ、セールズグダウンだっけ。なんだんだ、ボタンをで押すだけって。一番タゲタイプだ。だ、さすがだな、さすが金ある会社だな。これ、セールズグダウンだっけ。だから、ん？これでピストンも、あれ？これ引っかかってねえだけでね。ほら、ピストン動いてね。動いてつ、動いてつの。本人ラジは今後言う。間違ったって持ってきたっけ。もしかしてリコイルだ。なんで？なんで？引っかかってみる。裏面どうなってんだよ、野口さん。この、うん？このことこそハマって。ん？ああ、これがこそハマっての。うん。でこれ弱いけど、うん、え、ボコ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 いってねえぜ。こそさすね。言うか、動いてね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 。ああ、こんな空回りしないじゃん。これこの積み食らっちゃう。うん、こんな空回りせいかからねえ。ほうほうほう、こんなダメだんじゃかな。お、これこうだな。ほら、この中の積み食らっちゃうのダメだんじゃ。ほう、それ何やって今部品注文しねったって手作業で直る。どうだろう。あ、ここでいいね。ゴミだめだ。いいか。ケーブル始める。そのリコイルは外すとなんかバラバラとなんね。大丈夫だ。何？リコイルしたったかな。これだみたいな、売りだ。うん？バーに売りた。おお。火はもうかからねえじゃん。おお、なるほどの。銀は分かった。銀は分かった。治るの。治る。治る。ほほ。このバネ買うの見えてる。どういうチームさん。なんだ。無理で。のぼさん。今バネ。何やこうなったな。長さこう曲がってバネあんだろ。思いっきり今長さ、もげだ、残りかすあけちゃう。その残りかすどこ、まだこういうふうにして曲げらいね。曲がらね。曲がらね。
よいでね。無理。え？まだペンと折りんで。まだペンと折れる。するとこれ中のバネ注文されまねえな。バネ注文されまねえ。すると今エンジンかかかかかねえかは。これこれ。何年のかか限るにねえで。ああじゃあかかかもしんねえなの？治るかもしんねえなの？治せないかも。ああなるほどの。うん。かかると思う。うん。例えば今のもの何年か。今のもの何年。ああ。せば部品来てからの。うん。ということで、部品来てから、続きの動画になります。こうご期待あれ。それでもエンジンかからないときは何かしら直すテクニック見れると思います。それでも引導が渡されたときは新車です。今回はですね、指が太いということで。のぼうさんに仮払い機を持ってたんですけども結構予想通りの結果になりましたね。何か原因が他にもある可能性があるので入念に見てみましょう。これはもうほぼほぼ解決でしょう。ではさようなら。